DAWS の鈴木です。ロジックプロ10 Tips 動画、今回はリージョンのエイリアス機能について紹介してみたいと思います。パソコンに詳しい方はエイリアスっていう言葉聞いたことあると思うんですけれども、簡単に言ってしまうとこうショートカットの一部なんていうふうにイメージしていただければいいかと思います。でどんな時に使えるかと言いますと、その一番わかりやすい例が音を重ねたい場合、キックドラムであったりベースとかって、ジャンルによってはシーンによってはですね、複数の音源サンプルを重ねて使いたいなんていうケースって結構あると思うんですけれども、その時に一番わかりやすい例がですね、このクリップをそのまま他のトラックにコピーしてしまう方法だと思います。これは非常にシンプルなやり方ですよね。ただこれの問題点っていうのが一つありまして、2つのファイルというのはあくまで単独のリージョンですので、曲作りの中で例えばここの1音だけをちょっと変えちゃったよなんていう場合っていうのは、全てのクリップに同じ編集をしてあげないといけないと。これ忘れてしまうとなんていう形でですね、あれここなんか音が濁ってるなとかなんていうことになってしまうわけなんです。エイリアスの作り方なんですけれども、これをコピーするときにですね、オプションシフトを押しながらドラッグしてあげます。そうすると今エイリアスを作成というふうになっているのがわかると思うんですけれども、これでもう一つのトラックにコピーしてあげます。通常のコピーの場合ですと、こんな形でですね、このクリップの中にデータが見えてくるわけなんですけれども、エイリアスというのはあくまで分身なので、ここのクリップをここでも鳴らすよっていう指令なんですね。データを見てあげると、ピアノロールで見てみるとノートは見えるんですけれども、こう実データにはなっていないよと。でエイリアス面白いのが、ここでノートを編集してあげるとエイリアスの方にも反映されてくれるとっていう状態を作ることができるんです。なんていう状態ですね。ですのでフレーズを後で変える可能性がある場合というのは、エイリアスでコピーしてあげた方が楽ということになります。もちろんこの状態でもトラックごとに個別の再生ボリューム設定することができますし、エフェクトを使って音作りするということも可能です。再生するMIDIデータだけにかかってくるというのがポイントかと思います。で、場合によってはこれをですね、実データとして編集したいと、1オクターブ下げたい上げたいなんていう場合もあると思います。その場合にはですね、トラックのリージョンのパラメータでいじってあげてもいいですし、これを実データに変換するということも簡単にできるようになっています。リージョンをダブルクリックしてあげると、エイリアスを実データに変換して編集するのか、それとも参照元になっているオリジナルのデータを編集するのかというのを聞いてきます。ここでリアルコピーというのを選んであげると、エイリアスの音と同じデータがこのように作られると。でこの状態で編集してあげると、元データを保ったまま個別に編集することができるという仕組みになっています。このように複数の音色を重ねて音作りしたいなんていう場合に、このエイリアス機能っていうのはかなり便利だと思いますので、ぜひ活用してみてください。それではご視聴ありがとうございました。